ギャラクティカ・ファントムは、ギタリスト・タケシ、井上率いる日本のハード・ロック・バンド・タケシ、井上の知人、松重主催のセッションにて出会った4人が結成。結成後、キーボーディストのタカが加わり5人編成となる。第1期メンバー VO、レイジー、井上剛、し、タケシ・井上 B、トシキ DS、エス、ノブ・キロバイト、タカ第2期メンバー VO、レイジー、 井上つよし、たの上 B、み村武則、た則、ルーザーみ村 DS、大山俊介、俊介大山第3期メンバー VO、レイジー、井上つよし、たの上 B、み村武則、た則、ルーザーみ村 DS、大山俊介、俊介大山キロバイト、タカディスコグラフィー、ファーストアルバム、ゴーンウィズザ・ハリケーン2002年2月発売、セカンドアルバム、 クロム・ザ・ニュー・ギャラクシー2007年12月発売、ケンガン・アシュラ主題歌&、当日者入場曲アルバムに参加、ザ・アンセムズ・ラスト・ドラゴン2020年2月12日、発売元、ポニー・キャニオン、ギャラクティカ・ファントム公式サイト、タケシー・ノウエオフィッシャルサイト。ありがとうございます。